今のエピソードだと結構メディア寄りかなと思ったんですけど、はい、なんで広告だっていうふうにちょっと思っちゃって。ちなみに日本企業でこの会社のこの広告印象に残ってるなっていう金融系で何かあったりします？ビットコインの広告です。の具体的にどこですか？丸です。ありがとうございます。これね、明確な理由があって、志望する担当部署がだから丸なんです。どうもこんにちは、旬だよりメンバーのバラバチです。こわもてで有名でも本当は優しい南さんです。みんないつもありがとうね。今日は南さんがいらっしゃるのでガチ面接を行いたいと思います。ガチガチでやっていくということで、ガチ面接に挑戦していただく就活生はこちらの方です。こんにちは、明治大学の3年生の田中と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は田中くんの今受けてる業界を想定したいんですけど、どんなところを見てるんですか？ウェブの広告代理店を見ていて、第一志望でウェブ広告業界の大手を受けているところです。ありがとうございます、はい。なんか以前別の動画で田中くんが、はい、それって別に広告じゃなくてよくないみたいな感じで言われることに対してどう切り返せばいいかわからないっていう相談をしていただいたと思うんですけど、はい、それは実際に面接の場でどういうふうに映ってるのかっていうのを、まあ、南さんに見ていただきたいなと思うので、多分同じ悩みを持ってる就活生結構いらっしゃると思うので、自分だったらどう切り返すかなっていうところも注目して見ていただけたらと思います。はい、じゃあ本日の企業はデジタル広告を手掛けるデジマツ人事部採用責任者南と申します。よろしくお願いします。面接よろしくお願いします。はい、承知しました。じゃあ最初に自己紹介を1分間程度でいいので、お願いします。はい、明治大学商学部の田中智博と申します。大学では明治大学の学生向けの SNS メディアというものを自ら立ち上げまして、学生に選択肢を届けるということを意識して行っていました。で、中学高校ではラグビーに取り組んでいて、チームで泥臭く、目標達成に向けて取り組んでいました。本日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。学生向けの SNS なんですけど、そもそもなぜそれをやろうと思ったのかっていう部分を教えてもらっていいですか？はい、自分が大学、中学高校が大学の付属校でして、そこから全く違う大学に、移ったということで、自分の友人が全くいなくなってしまったことがありました。でそこで入った時に、大学の履修情報とかサークルの情報とか授業の情報っていうのが友達間で共有されてたりっていうところが、自分はそこにすごく置いていかれたっていうところがありまして、そこのすごい疎外感とか自分だけが置いてきぼりにされてる感じっていうのを思って、でそれを解決したいと思って始めました。いつから取り組んでるんですか？大学1年生の11月から取り組んでいます。へー、もう今でもずっと力を注いでる感じなんですか？はい、おっしゃる通りで今も取り組んでいます。成果を教えてもらってもいいですか？成果はツイッターのフォロワー数でいうと0人から7000人まで到達させることができています。何かフォロワー以外に成果とかあったりします？ウェブメディアを運営するにあたって広告収入が入りまして、月3万円から5万円程度が出ています。なるほど。これは完全に一人で行ったんですか？最初の1年は一人でやっていたんですが、2年目からは2人後輩を採用して今は3人で運営しています。なるほどなるほど。学生時代、まあ、どんなエピソードでもいいんですけど、はい、自分が一番挫折苦労大変だったこと、それを乗り越えたっていう話があれば教えてください。はい、先ほどの大学生向けのウェブメディアの話になるんですけど、自分が最初の1年間は1人で運営していたんですけど、そこから2人のメンバーを採用して、でその人たちに自分と同じように、発信をしてもらう、そこの引き継ぎとか教育っていう部分がものすごくうまくできなくって、想像以上に自分のイメージ通りにいかなくって、それが本当に挫折でした。なるほど。どうやって解決したんですか？メンバーがどうできなかったのかっていうところをまずお話ししたいんですけど、まあ、文章テキストと画像になるので、最初に文章の結論ファーストになること、あとは構造化された文章にすること、そして1コンテンツに対して1メッセージを出すことっていうのが結構僕は当たり前だと思って普通に任せていたんですけど、それを意外と任せてみるとその辺が全然できていないことがありました。だったので自分はそのまあ LINE の共有グループ、グループ LINE があるので、そこでマニュアルを作って、自分が意識していること、無意識にやっていることを言語化して、で常に共有していくっていうところをやりました。でまたそれが少しでもできたら、自分のちょっともうちょっとやってほしいけどっていうところでも、ある程度できたら褒めるっていうことをして、モチベーションをアップさせるっていうこともやっていました。了解です。それぞれの体験を経て、今自分が持っている一番の強みって何だと思いますか？自分の一番の強みはそれらの経験を通じてなんですけど、やっぱり妥協なくその仮説検証をやりきることができるところが自分の一番の強みだと思っています。仮説検証で一番印象に残っていることは何かありますか？
はい、自分はラグビーを中学高校と6年弱やらせていただいたんですけど、ここではやっぱりみんな漫然と決められたメニューを決められたようにこなすっていうのが結構当たり前だった中で、自分はどうやったら試合に勝てるのか、もしくは自分がレギュラーメンバーにまず選ばれるのか、選ばれるにはどうしたらいいかっていうことを考えました。でそこでやっぱりラグビーってどうしてもフィジカルから逃げられないスポーツで、徹底的なフィジカルの強化と、あとはまあフィジカルに関連するスキルを上げるっていうことが課題になったの でまずそこでウェイトメニュー、ウェイトトレーニングを先輩のものすごく強い人に毎回練習で意識していることだったり、組んであるメニューっていうのを聞いて、それを徹底的に真似するであったりとか、あとはスキルについても練習後にちょっと終わった上手な先輩とかに、すいませんこれってどうやってやってたんですかみたいな感じで聞いていく、でノートにまとめて、で自分はそれを誰よりも改善を繰り返すっていうことを行ってました。でその結果1年生から同期15人強いたんですけど、そこで唯一選抜メンバーに選ばれることができたっていうところが、自分の仮説検証の妥協のなさっていうところを発揮できたエピソードかなと思います。わかりました。ここからは志望動機の方を聞いていきたいんですけど、はい、そもそもなぜこの広告業界に興味を持ったのかっていうところと、はい、その中でもなぜレジマツを志望していただいているのかっていうのを教えてください。はい、まず広告業界を志望している理由からっていうところで、自分はその広告によってその言葉を通じて人々に選択肢を届けたいっていうことを思っています。で例えばそうか、広告やっぱりそのまず情報とか情報によって選択肢がパッと広げられるシーンっていうのが自分の人生に結構あって、例えば小学校のところはそのグループからはぶられてしまって、で図書室で時間を過ごしていた時に小説であったりとかテレビを見る時間っていうのが結構自分にとっては世界が広がる体験でした。でまた中学高校また大学受験の寸前になった時には、慶節時代っていう雑誌が受験雑誌がありまして、それで自分なかなか大学に一般受験をする学生が少ない中で勉強方法をそこで得ることができて、大学に進学するっていうイメージが湧いたことがありました。でそれを大学では今度は自分を発信する側になって、で届けるっていうことを行ったので、その言葉を通じて人々の選択肢を届けたいっていう思いがまず広告を志望する理由になります。はい。広告以外に受けてる企業ってありますか？出版社を受けています。そうですね、今のエピソードだと結構メディア寄りかなと思ったんですけど、はい、なんで広告だっていうふうにちょっと今ごめんなさいちょっと思っちゃって。あ、はい、いいですか、はい、メディアを最初はメディアが自分が好きだっていうふうに思っていました。それで大学でもウェブメディアを運営していたんですけど、やっぱりそこでうまく軌道に乗っていくと、企業に対して例えば広告を載せます、広告っていう言い方を僕はそもそも意識していなくて、企業に対してあこれって明大生学生が本当に必要としているものだなって思って、じゃあ紹介しますよっていうことをやった時に、それが広告っていう仕組みとして動いてるっていうことを知って、その企業とその自分がお互いを巻き込んで企業に対しても選択肢を広げられるっていう、その可能性の広さっていうのを感じて、これはただメディアだけにとどまるんじゃなくて広告の方にもっと力を入れていきたいなっていうふうに自分で思ったからです。なるほど。でも今の話だと人生変えられた体験が、まあ、小説やテレビだったりそういうコンテンツから変わったっていう話だと思うんですけど、はい、やっぱコンテンツを作る側と広告業界って全然違うんですよね。それでも広告な理由がちょっと分からなかったというか。広告、まあ、確かにその最初はメディアからスタートしたところはあるんですけど、広告でいうと僕は明治大学に進学する一つの理由として新聞広告をよく見ていたことがありました。そこで明治大学って結構そのどんな学生に対しても門戸が開かれていて、で挑戦する個を尊重するカルチャーっていうところを、明治大学の広告ですか？はい、そうです。明治大学の新聞広告がありました。でそこを見て大学のカルチャーとか、ここに進学したらものすごく大学が楽しくなりそうだなっていうような経験がありました。でまたその大学に入ってその何か物を買うとかいう時にも、その誰かが商品を紹介しているものを通じてEC で購入をしたりっていうところもあったので、そこでやっぱり何て言うんだろう、メディアだけに人生を影響されたっていうよりは、もう広告によってちゃんと自分が影響を受けて行動を起こした部分もあって、でそこを思っているので、はい、広告にも可能性はあると思っています。ちなみに、新聞って今でも読んでます？新聞は今でも読んでます。いろんな大学が新聞広告出してるんですよ。僕もめちゃめちゃ見るんですけど、はい、ちなみに明治以外でどこか印象に残ったことあります？東大のウェブメディアを見て東大すごいかっこいいなって思ったところはある。多分新聞広告ではないですね。広告は明治と明治くらいしかない。そう
早稲田慶応上智。早稲田。まあ、次までにあの、はい、もし新聞広告で印象に残った大学があれば教えてください。あ、分かりました。はい、何かじゃ大学以外でもいいので新聞広告で印象に残ったものがあったら教えてください。はい、百貨店の広告でスポーツ選手を取り上げているものだったんですけど、なんか15行ぐらいの文章が小さくあって、で一番上が、まあ、大逆転はできるみたいなポジティブなイメージで、最後がもう絶対絶命だみたいなものすごくネガティブな印象があって、で上から読んでいくとどん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 追い詰められて、あの窮地に陥っていくような読み方になるんですけど、それを視点をガッと変えると、あの窮地に陥っても光が見えてくるとか、その人生に対してまだ打つ手は残されているっていうようなものすごく明るいメッセージが残っていて、それを一面であの文章を通じて、その人間のなんて言うだろう、見方を変えたりとか希望を見出させる広告の力っていうのをものすごく感じました。ありがとうございます。じゃあその数ある広告業界の中でなぜデジマツを志望していただいているのかっていうのを教えてください。はい、その広告って言っても、そのみんながどんなメディアと接するかっていうのは ものすごく多様化している中で、僕はこれからはデジタルが伸びていくと思っているし、自分の生活にも密着していると思っています。で そのデジタルの中でなぜデジマツさんなのかっていうところで言うと、デジマツさんはそのインターネット広告っていうところももちろんあるんですけど、そのただ広告を見せていくっていうところだけじゃなくて、例えばその申し込みについて LINE を使って申し込みができるようにしようみたいなデジタル化の部分とか、あとはそのコミュニティを作るとか、その例えば那須の高原に経営者が集まるフロンティアを作ろうみたいな、それでシリコンバレー、ナスコンバレーっていうものを作ろうっていうことをやってるところがあって、そういうただ広告っていうところから人々の居場所を作るとか、デジタル化を通じて人々にメッセージを届けるっていうところをサポートするっていうところまでできてるのがすごくいいなと思って。なるほど、なるほど。社員訪問ってしたことあります？社員訪問という形じゃなくて座談会という形でお話をしたことがあります。何か印象に残っていることはありますか、社員の発言で。はい、印象に残っていることは、そのデジタル広告っていうものがその常に二塁打を打たせるような広告だっていうところを言ってたところです。でもうちょっと言うと、その従来の広告だとやっぱりコミュニケーションとか言葉なので、どうしても人々の心に届くか届かないかっていうのはギャンブル性があるところがあると思っていて、でそこをデジタル広告ではちゃんとデータを用いたりとか、そのパターンとか過去の分析とかインプレッションを見ることができるので、そこで常に企業に対して二塁あのホームランじゃなくてもいいから二塁打をちゃんと打たせてあげて利益が上がるような広告を作っていけることがすごいやりがいだっていうふうに感じて、おっしゃっていたのがすごい印象に残ってます。ありがとうございます。入社した後に担当したい部署とかやりたい仕事って何かあったりします？はい、インターネット広告の営業運用についての部署に行きたいと思ってます。具体的に担当したいクライアントってありますか？担当したいのは金融系のクライアントを担当したいです。なぜですか、それは。自分が商学部で金融の専攻していて、ゼミでも金融について勉強していて、でその例えば金融商品であったりとか、あとは世の中にあるいろんな投資商品っていうものがきちんと世の中にはこういう商品があって、こういうような資産運用の仕方があるよっていう選択肢が提供されてないなっていうふうには結構勉強していて感じていて、その複雑さとかをちゃんと分かりやすくして、こういうものがあるよっていうところを見せられるようにしたいっていうのが結構具体的な仕事、その金融に関わりたいです。なるほど。ちなみに日本企業でこの会社のこの広告印象に残ってるなっていう金融系で何かあったりします？ビットコインの広告です。の具体的にどこですか？ YouTube の広告であったりにある、ビット松本人志が、ビットです、フライヤーです、合わせてビットフライヤーですって言ってるところが印象に残ってます。ビットコイン以外の普通のもう従来の金融の銀行証券とかだったらどうですか？ LINE 証券とかの広告はよく見ます。それはすごいやりたいなって思うんですけど、まだ踏み出したいです。了解です。わかりました。大学生に LINE 証券作ってもらうためにはどうしたらいいと思います？やらせるとしたら、なんて言うんだろう、 LINE 証券の口座に振り込んだものがちゃんといつでも現金になって戻ってくるような仕組みにしたらいいのかなって思います。それは当たり前のことじゃないですか？それができなかったらそれ成り立ってない。そうですね、ごめんなさい、なんだろう、 LINE 証券を学生が使わせるためには、なんか大学に営業をかけて、で大学から積立NISAをしませんかとか、口座を開設しませんかっていうふうにやることが必要だと思っていて、これはやっぱり金融に対するイメージとか、
その入り口っていうところがやっぱりあのネットの広告であるとやっぱりまだ権威性が低くて怪しいものだと思われてしまうので、やっぱり権威、大学からお知らせされるから大丈夫だみたいな形にして、でまず大学を説得するっていうところから始めたらいいのかなと思います。おそらくそれは理想論であって、それはもちろんできたらいいんですけど、はい、現実性はないと思うんですけど、はい、あるんですか現実性。現実性はそうですね、まあ、大学に営業かけるのが非現実的だとすれば、まあ、そのクリーンさであったりとか、そのあのなんて言うんだろう、あのちゃんと設定をすることによって損失をある程度まで抑えられるみたいな仕組みの説明をちゃんとやるといいのかなと思います。はい、わかりました。最後に何か一言ありますか、伝えたいことがあれば。はい、自分がデジタルデジマツさんを志望している理由が、インターネット広告とそこからさらに展開されるそのデジタルを通じた人々のアプローチとかコミュニティを作るっていうところまでができるっていう、その可能性の大きさでいうと、まさにデジマツさんしかいないと思っています。機会をいただけると嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。感想を簡単にお願いします。志望動機は言えたんですけど、具体的なエピソードの準備が、例えば良かった広告みたいなところ聞かれて、それが用意できなかったのは準備不足だったなと思います。いや、用意するもんじゃないんですよね。もう溢れるものなんで、勝手に動いてるもんで、はい、自分自身が用意って感覚はあんま良くないかもしれない。あ、じゃあ出てこなかった自分を恥じたいと思います。夢中になってるかどうかがすごい大事。はい、分かりました。じゃあ早速合否の結果発表をお願いします。はい、でるる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 でん、丸です。え、おお、え、ありがとうございます。めちゃめちゃ意外はい、丸です。あー、良かったです。自分ではどうですか。詰められて答えられなくて、なんか LINE 証券とか言って、それはダメなんじゃないみたいな感じで言われたので、多分文章に書き落としたら落とされてるだろうなって思ってしまいました。これね、明確な理由があって、志望する担当部署が営業だったから、だから丸なんですよ。これが営業じゃなかったら落ちてる。あー、はい。まず第一に元気。ありがとうございます。まあ、良くも悪くもちょっと砕ける部分があった、言葉遣いがね。あ、そうですね、はい。ただ逆に言うと、それって多分慣れてるからなんじゃないかなと思ってて、ガチガチで喋れないよりかはそっちの方がいいかなと僕は思いました。はい。バカにしてる感じはする。あ、ありがとうございます。てか落ち着いてるから。ありがとうございます。だから営業では丸。はい。逆に営業じゃなかったら罰ですね。それはやっぱり論理的な思考力とか引き出しの深さみたいなところが。そう、引き出しがない。そう、その通り。はい。わかりました。じゃあ、 上から順番にフィードバックしていきます。はい。まず2年間取り組んだ、なのにフォロワーと売り上げが正直ちょっと弱いです。本当にこれ時間かけて取り組んでるのかな、片手までやってないかなっていう感がすごい出てた。はい。なんでこれもし本気だとしたら、じゃあマーケとかコピーライターとかとしてのクリエイティブ系の仕事は弱いなっていうふうに思った。はい、はい。挫折経験の部分は結構ダラダラと喋った感があったんで、こう2点あります、3点ありますとか言った方が良くて、ああ、はい、ダラダラと喋ったんで、どれを覚えればいいんだろうみたいな。ああ、2点ありますって言ってくれたら2点覚えればいいんだなっていうふうに思えるから、そういうふうにしてもらえたら嬉しいです。そうですね、はい。強みの部分はエピソードが中高の話に行ったんですけど、正直2年間本気で取り組んだなら、いや中高の話よりメディアの話でしょって思っちゃって。ああ、はい。仮説を持って妥協なく取り組むって話は、これメディアの方にもっと生きるべきだし、大学時代本気で取り組んだって言うんだったら、こっちでエピソードないとおかしい。だからこれも含めて、あれ片手間だったんじゃないかっていう感じが出てきた。なんかラグビーを言わずに終わるのが怖くて言ったんですけど、いや、それはどっちかっていうと、自分自身が時間と労力を割いたものを言った方が良くて、まあ、2つステージして、面接官が好きな方を選ばせたらいいんじゃないですか。はい。次、志望動機の部分は全体的に抽象的すぎて微妙です、正直。あ、はい。そもそも明治大学を新聞広告で見つけて、はい、広告って人の人生変えるんだなって思ったって話の方がよっぽど説得力がある。そうですね。これデジタル系の会社において新聞広告の話すると結構よくて、みんな普通に YouTube 広告とかバナー広告とかありふれたインターネット広告の話するじゃないですか。で、一人だけ新聞広告の話すると目立つんですよね。だからこの新聞を取り上げるのはすごいいいと思う、いい意味でいくから。そういうなんかインターネット以外の引き出しがあるんですよっていう部分はすごい強みになるから、うん、そこはかなり加点でした。わかりました。ありがとうございます。社員の具体的なセリフが言ってたのがすごい良いです。はい。もっと欲しいかなと思うので、まだ多分ね時間残されてくると思うので社員訪問してください。はい。担当したい部署で、ちなみにこれリアルな話で言うと、営業で金融ってマジで大変ですよ。案件多いし、タレントさんいっぱい使うし、まあ、出向する金額も大きいし、なんで金融やりたいっていうのはよし、あれだ。おお。これがわがままな部署だったら多分罰かもしれない。わかりました。ビットコインはちょっと微妙です。なんかビットコインよりも銀行証券の方が良いので、で、あと具体的な事例が欲しくて、やっぱどこどこの
証券会社どこどこ銀行がやっているようなこれこれのキャンペーンはすごい自分なりに印象に残っていて、なぜならみたいな、例えば楽天証券のツイッターの広告を見て解説しようと思ったとかとかとか、なんかいい事例の引き出し、それこそ引き出しですよね、引き出しは欲しい。わかりました。で、あとは大学生にどう広めるかっていう部分 の大学生向けのプランが微妙すぎたので、ちょっとクリエイティブ系は無理だなっていうふうに思ったっていう、はい、で2年間大学生向けに運用をした割には、大学生の気持ちに立って何か発信するとかがちょっと弱いなって思っていましたんで、正直そこは微妙でした、はい、やっぱ選択肢として営業以外の部分も自分は営業しかできないって思い込まずに、はい、今からでもたくさんインプットして営業以外の部分もできるんだぞっていうふうにしていくといいと思います。あ、わかりました。以上です。ありがとうございます。志望動機だとストレートに志望動機話すと思うんですけど、意外とちゃんと日々広告を自分から見てるかとかデータを集めてるかみたいなのが本当の意味での志望動機と近いんだなっていうのは。そうですね、作られたものじゃなくて自ら勝手に行動してしまうとか勝手にインプットしてしまうみたいな部分ですね。インプットしようと思ってしたものじゃなくて自ら動いちゃうみたいな方が多分正しい志望動機なんじゃないかなと思います。ということで今回広告志望の面接を、田中君に受けていただきました。同じように広告志望の方はぜひ参考にしていただけたらなと思います。みなみさんの SNS は概要欄に貼ってありますので。あ、僕貼った。はい、見なくて大丈夫。あ、皆さん見てください見てください。はい、はい、ということで今日は田中君、みなみさん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃらー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 。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。